うん、そうだね。ついに決勝で敵味方に分かれちゃったね。それは私も同じ。練習試合ならともかく、こうして優勝争いをするなんて。うん、もちろんよ。大門高校野球部のマネージャーだから。そうしないとメンバーが元気出せないじゃない。大門高校には絶対に勝ってほしい。そのために今日まで辛い練習を重ねてきたんだもの。けど私は響の高校にも負けてほしくない。うん、その通りだね。大門高校は絶対に負けないよ。うん、来てよかったってそう思いたいもん。違うの、勘違いしないで。私、響のが優勝したのが嬉しいの。それと、いい試合ができたこと。大門のみんなは泣いていたけど、とっても満足そうに見えた。また来年に向けて、頑張るから。私ってやっぱりドジなのかな。最後の最後、あなたがバッターボックスに立った時、私あなたのこと応援しちゃった。大門のマネージャー失格だね。してない。あなたを無心に応援できたとき、私は野球部のマネージャーなんだって思えたの。さすがさくら君が見込んだチームだったよ。言い訳はしないさ。僕たち大門高校の乾杯だ。ふん、貴様にかっこいいセリフは言わせたくないな。でも正直に受け止めておくよ。ありがとう。それじゃあさくら君、行こうか。は、はい。一応忠告だけしておく。さくら君のことはしっかり捕まえておかないとダメだぞ。そうしないとあっという間に僕がかっさらっていくからな。じゃあな。